今回のうざチャンネルはですね、大好評と言っていいんですけど、ごはっとシリーズ、この焼肉ライモンって今日本で一番予約の取れない焼肉屋だと思うんですよ。食べログでだって1位の焼肉屋、ね、1位とかそういうふうなんですよ。あ、だから、うん、まあもともと取材はしないし、はい、ダメなんだけど、はい、某タレントが取材拒否の店っていうのでやって、はい、で YouTube とかに何回か直人君とか連れてたりして、はい、本当はいけないのに勝手にやってるっていう状態です。今日は、まあ、ごはっとシリーズだから、はい、ある料理人に来てもらってます。おそのなんかちょっと騒がしい、うるせえぞって感じかな。その料理人っていうのが寿司屋です。え、はい、日比谷の難波さんっていう、あら有名な、あの難波さんに、焼肉を食べていただこうかなと思ってるんですけど、お寿司の温度にすごく厳しい、そうだから焼肉の温度に厳しいか、あと俺の熱、焼肉に対する熱が通じるのかで、難波さんは人間はいい人だから、今日空いてますかって、あ、日曜日行けますって言って、今日は難波さんと一緒にライモンを食べるっていう。普段ね、寿司とかこう握ってる人はね、魚ばっかり目にしてるからね、普段肉結構食ってるみたいなんですよ。だから魚職人は結構肉食べます。だからあの菓子とか、あのなんだ、市場に行くと、はいはい、みんなこう並んでるじゃないですか、はい、でああいう人は仕事で行って仕入れた後に何行くかっていうと、寿司とかには行かないんですよ。へ、だって魚全部仕入れてるわけだから、自分の、まあ味が大体分かっちゃうし値段も分かっちゃうけど、なるほど、だから養殖やお肉関係に行くんですよね。へ、肉詳しいはずです。だからそれは意外意外だろ。外で、ね、問題は難波さんがさ、あんな丁寧にこうやって仕事してこうやる人がさ、どんな焼肉をするのか、確かにどう焼くのか、どう焼くのか、だから初めからやったらちょっと悪いから、難しいタンとか辺を俺が焼きながら、はいはい、これ難波さん焼きますとかたまに振ってみようと思って、ほうほうほう、って言うかもしれないしそれはもうドキュメントで、はいはいはい、いいですね、今日はスペシャルだから、はい、どうなるか、はい、乞うご期待です。楽しみです。ここさ、本当にいつも思うんだよ、あの編集でカットされちゃうんだけど、このパブみたいなビル、はいはいはい、パブみたいなビルのとこ上がってくっていうのを見せたいわけよ。それをさ、編集人の人たちは絶対伝わらない、その予算がこういうコソコソするのが面白いわけじゃん、はいはい、それがコソコソするのが面白いのに、うん、カットしちゃうんだよなんでカットするの？すげえ文句言うな、マジで。いや、なんかカットするんだよ、この編集人の人、職について楽しんでないんだなと思ってさ、ジモさんがおもろいこと言わないからじゃないですか。いや、言ってもさ、忘れてるの言っても忘れるの、準備中って書いてある、これ見て、はい、ああ、全然、ほらほら、準備中って準備中でしょ、ね、準備中に行くんですよ、俺。ジモさん、え、準備中やったら準備中の看板を出してるんじゃないんですか。だから準備中、準備中やから行ったら行くためでしょ。今日よろしくねって言ってくるから。そう、店行くの早いんですよ、ジモさん。迷惑迷惑やから、ジモさん、よろしくね。あ、こんにちは。すいません、ちょっと、ごめん、大丈夫、よろしくね。よろしくだけ、ただ言いに来ただけだからよろしくね。いや、めっちゃお店の人忙しいのに。だってうざいんだから、俺は。いや俺はうざいんだから。待っといてくれよ、ちゃんと。え、あくまで。え、ちゃんと待っといてくださいよ、絶対。ほら、あ、電気ついた。電気ついたよ。お、電気ついた、電気ついた。あ、ほら、ひっくり返って、ひっくり返って。あ、ほら、ほら、ほら、こうなったら、ほら、あ、ほら、行っていいんじゃないですか。行きましょうよ。行きましょう。開いたよ。はい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 、開いた開いた。嬉しそうな顔してんな。嬉しそうな顔してんな。開いた。うざ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 。あ、ええ。トンクチェック話であるんですよ。合わさりがちゃんとしてないの。納得しないです。難波さんのちょっと。この合わさりだよ。ここ先端が。あ、そうそう。あ、今ちょっと、あ、今日ぴったり。あ、これだ。難波さんが焼くときこれをね。今日キムチもらえる特製タン塩、レバ塩、シンシン、ハラミ、ヒレ、サーロイン、上身のお料金やね。いいやつばっかり。あ、山本さん来た。マシってます。お願いします。
すいません。というわけで、今回のうざチャンネルゲストは南波さんです。なんか聞いた、最初に聞いたら綾本さんよく来てるって、はい、何回か来てるって聞いた、はい、すげえ、焼肉焼くの？焼肉焼いたって、ね、焼いた、ね、山本さんほどじゃないですけど、ちょっと今日楽しみだね。今日はだから部署によって俺が焼いてって、ここ玉さんに任せて食べてみようってやってみてもいいですか？いいですか？いいですか？魚を焼くよ、ね、うざチャンネルってうざいでしょ。でもこの謙虚な南波さんがさ、なんかこう焼肉を食べるっていうのは俺見たかったんですよ。ごめんね、ちょっと嫌だ。ジモさん、ジモさん、え、めっちゃ嫌がってると思います。本当だな。俺が見るから体が外寄りになってますもんな。もうちょっともっと楽に。おそらくこのロースターが、3人と3人なんですよ。だからこれは俺が焼いたやつを食べてもらうし、その方がいいでしょ。で、南波さんにも焼いてもらうって、はい、これ面白いじゃん。これを見ながら向こう焼くんだけど、ロースターの状態は向こうのロースターの方が好きなんです俺。どういうことですか？風の関係で。そう、風の関係でどうしてもロースターの火がこっちの方がいい感じで焼けるけど、まあこっちは俺上流、まあ、まあ上の上段の人間としてテクでなんとか。すいません、よろしくお願いします。何ですか、だんと今このこれとこれの違いって何ですか？火の入りと空気の流れ、このお店の空気の流れでロースターによって癖があるの。あ、いいじゃない、お前豚みたいだな。お前、あのどの店もロースターの癖が分かんなかったらダメなのよ。えさあ、お、早くも火をつけるか。早くも火をつけた。おロースターに火をつけた。あ、火打ち盛りはですね。あ、これそう、ナスのやつ。あ、そうですね。完全じゃない。あと15。あと15。あと15。これですよ。これ。いやいやいや、嬉しいね。こうやって楽しい仲間で焼肉最高じゃないですか。日曜日大丈夫ですか？ごめんなさいね、ほんまさん。いやいや、今日休みで。本当ですか？すいません。これ、ナスのこれ。これめっちゃうまいんだよ。本当にうまいんだよ。うわ、いつも言うよ、これ食って帰りゃいいってやつよ。うわ、だんだんちょっと野菜が増えてきてる。キュウリとかさ、キムチとか入ってるんだけど、ナスのこれが美味しい。これ当たり前のもんうまいね。うまい。私はソウル。山ちゃんこれ食べるためにあんまイメージないね。うん、味が味でも焼肉行ったんですか？焼肉行ってました。行ってた。佐藤さん。あ、佐藤ブリアンさん。近いんです。あ、そうだ。佐藤さんのことは。すごいね。阿佐ヶ谷で、阿佐ヶ谷でも本当に。なるほど。すごいね。へえ、嬉しい。嬉しいよ、南波さんがいるなんて。本当ですね。なんかすごい雰囲気で、あのお店の時と全然違うんで。いや、お店の時も意外と社員だけども、はい、なんだろう、南波さんってやっぱりなんか、はい、うん、失礼がっちゃいけないみたいな空気いつも持ってるしな。ね、でも対局に位置する方ってことですね。そう、対局関係ないもん俺。そんな関係ない。やば。ハラミの塩になります。塩シリーズですね。はい。一番大切なのはこの初めに取るやつをある程度決めてた方がいいんですよ。3人ずつ焼くからいいですか？でかい。これ真ん中に置いちゃう。これ2枚しか置けないですよ。ではまだ3枚置きます。こいつはちょっと薄いから端っこになる。すごい。いいね、3枚ずつどうぞ。これですよ。これが嬉しくないですか？
南波さんと食うとこテンション上がるわ。南波さん嬉しい。焼肉なんじゃないよこれ。なんかもうジモさん女の子とデートするみたいですね。いやいや本当よ、超嬉しいよ。寿司職人さんがさ焼肉をさ、これ5ワットを超えてない？なるほど。寿司はみんな焼肉好きなんですよ。あ、そうなの？やっぱり魚使ってるから肉食べたくなる。やっぱりそう、それは初めに僕がねオープニングで言ってたんですよ。寿司、焼肉屋さんは結構寿司が好きです、ね、あ、そうよね。逆のもの使いになる。焼肉屋さんは寿司ばっかり行ってる気がするイメージだ。寺門ボーダー、一応寺門ボーダー入ってますけど、寺門ボーダーだけじゃ美味しくないからちょっと待ったもんね。これあ、いい感じだ。うまそう。3つのお店で。おえな。え？火おえな。これも大丈夫だけど、お前用に置いとくね。そうです。あ、これ南波さん。ありがとうございます。南波さんにレモン、レモン。ありがとうございます。南波さんに肉焼いちゃったよ。すぐ食べない、美味しいよこれ。食べない、すぐです。ちょっと待った方がいいです。ちょっと寝かす。これです、これちょっと寝かすのがね。で、ロースター磨きをちゃんとやるんです。1個焼いても、1個焼いた時でも僕ロースターをこうやって綺麗にするんですよ。シアと一緒で。え、お前おかしいだろ。めんどくさいですよね、ほんと。いや、こうやってここのロースター、ここ、ここ、横でガチャ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 言いながら飯食うの嫌ですよね、ラモさん。どうぞ。予想してたんだよ。もうすでに。これ、さすが。これちょっといただきます。うわぁ。いいターン。ありがとうございます。仕上がって完璧。プルプルのタン、プルタンだよね。香りがありますね。香りがあるね。いいタンやね。おいしい、うん、すごい。これは初めんだって言うからちょっと外して。これうまいな。え、めっちゃうまいっすね。うまいっすね。めっちゃうまい、はい、ちょっとロースターが分かってきた。このロースターの癖が、このロースターの癖が変えました。変えましたね。これは風を呼んでるんですか。火の入りが弱いから。これ待つのも難しいですよ。こいつだけ先に来てるんですよ、ほら。こいつだけ来ちゃったんですよ。こいつは先にもう返さないで。おお、いいの。来てるでしょ。これ上側に油があれが浮いてこないとダメだから。ここは火が強くなってきてるんだ、だんだんね。で、これはちょっと浮いてきてるでしょ。いや、厚みがちょっと違うから、タンによって。ここは火弱いって分かるでしょ。そういうことです。もうね、聞き方も緊張感走りますね。あ、そうですか。緊張感走ります。なんで本当ですか。これはもうね、薄いから来てるから、これお前に置いてくね。結構ここは強くて美味しいと思うけど、厚みが均等じゃないんですよ、このライモンさんは。だから、このタンと毎回会話しないと難しいんですよ。タンとの会話。うん、タンとの会話。マグロの会話いつもしてるから。魚の会話いつもしてるから、南波さんは。だから、このタンはどうなのかなっていうのを毎回これ、切り方が三角になってるから、違うのよ。タンと会話って言っても、俺とかもヘラヘラ笑ってましたけど、南波さんはうんうんって言ってましたもんね。南波さんはわかるの。タンとの会話。うん、タンとの会話。マグロの会話いつもしてるから、魚の会話いつもしてるから、南波さんは。だから南波さんは食材と会話してるもん。そう、料理人は、俺料理人友達っていうか、料理人が一番俺に近いのよ、はい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 、だけどあの料理人以外の人は俺を変なやつっていうふうに、いや、そうですね、ちょっと変わった人っていう見方思われちゃったんだけど、分かってくれないですよ。南波さん分かってくれるんだよね。本当さすが友達。毎日会話します。どうでしょう、南波さん毎日会話してるよ。もう会話しないと、あ、
今日いつもと違うとか、手に持った瞬間あーって言って切り込み変える時あるあれの魚が喋るんでしょ。そうですね、魚が問いかけてくる。オラオラオラ触ってるからね、あれとか水分多いとかさ、ちょっと違うな、ちょっと身が強いなと。だから南波さんが言ってるとなるほどと思うんですけど、千穂さんが言うとなんかちょっとバカにしてるって、ね、毎日肉焼いてると聞こえるんですよ。本当ですか。うまい、うまっ。南波さんに焼いてもらうの、あ、これで大丈夫。これ3枚ナンバさんお願いします。ポリとナンバさんのお尻のナムリン、はい、やっぱりさ、ロースターの位置とか鉄板のありをちゃんと見てるから全然違う。ちょっと俺最近焼いてもらったこと、おっと今1回出しかけて引いたね。最近焼いてもらったこと、おっ、タンが早いって言ったんですよ。聞こえてます。これがなんか一番のぶらみな感じ。これがやっぱり薄そう、一番厚みが薄いんで、薄いですね、はいはいはい、先に行ったわけいいです。もうまた生さんの観客で、おー、綺麗。もうちょいですか。もうちょいです。もうちょい、ちょっとでした。鉄板が意外と、あ、これほら、この辺はってるけど、はい、熱さが、全然この熱が、熱伝導が違うのよ、鉄板と。そうそうそう、でこれは熱いからだから、来てますから、来てますから。おー、いい色。これいいですね、最高です。おー、来てきてきて。これちょっと早かったですか。早かった、でもこれ時一気合いとかすることもやってもいいぐらいから。やっぱずっと全部言っちゃってますよ。え、全部言っちゃってます。いやいやいや、南波さんも、でもね、いや俺も見ててね、あの安心できる。あ、本当ですか。うん、真剣に焼くの初めてです。あれ、焼肉？やっぱりすごい勉強になります。自問答、自問答。うるさいでしょ、ほんと。嬉しい。僕本気じゃないですよ、これ。あ、来た。もう来ました。はい、じゃあ帰っていいですよ。うわもう10時に帰って。うわ最高。綺麗。ここがちょっと。ですね。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。じゃあ、これいただき。お、南波さんが焼いたタンいただきます。これ、藤本さん。ありがとうございます。これ、もうちょいいただきたい。そうです、そうです。わ、同じ観客だな。嬉しいな、南部さん。南部さんが焼くと面白い、やっぱり違う。ちゃんと声聞いてる。上級者だね。上級者。そうですよ。目を離さないですよ。この感じ。話すのにありません。あ、来た。お、ありました。ちょっと、焼き。このタン、焼き南波さんです。いただきます。焼き南波。お。これもうちょい火が欲しかったです。これもうちょっと。ちょっとね、でも、目が僕のやつは、85点。おお。もうすごいです。お得だよ、はい、全然大丈夫です。最高だ。え、かっこいいね。超えるにゃ料理人はやっぱりすごいね。で次花見だから、はい、結構じわじわですから。わ、すごっ。花見は結構塩薄めに当ててるんで、大根おろしを多めに。はい。わ、綺麗。あ、さすが寺門。肉の寺門の焼き方綺麗。A型、正面。A 型焼き。いや、これだよ。南波さんも写真撮る。
確かに意外です。意外な今日は意外なことが発見があります。意外なあんなに撮られまくってる南波さんが今日パチッと撮ってました。おとなしく撮ってましたね。お、来た。うわー、ナイス。うわ、いい色。いい色ですね。え？いい色。寺門ブラウン出てる。寺門ブラウンです、これは。ああ、これはお肉としては面白いな。持ち味が全然違う。うわ、面白い。わあ。ジモンさん的にやっぱハラミはちょっと香ばしめで、よき焼きはいいんですよ、はい、でジモンアタックします、はい、少しジモンアタックします。これ本当不評なんですよ。これは お肉をほぐしたいですよ。僕はハラミ見て、このハラミはちょっとタレだと余計もっともっとタレだともっとほぐしちゃう。ちょっと筋っぽいところが柔らかくなる。そうです。あの前に本当は汁が、あの味が染みやすい、はい、馴染みやすい。でこれは背中でアタックして、叩くんじゃねえよっていう人結構多いです。背中でアタックは不評は不評です。でも俺はそんなこと顧みないです。ちなみにこれあの茶色く綺麗に焼けてるのは背中のブラウンっていう、はい、背中のブラウン、ボビーブラウン以来の背中のモルトンブラウン以来の背中のブラウンです。北のブルーか背中のブラウンかって感じと言われてます、はい、でこの焼き方もずっとあの若旦那が見てチェックしてるんだよね。で俺の見て完璧だけど、これほらこの色合い見てください。あ、綺麗。このハラミのこの色合い、これはうまそう。焼き切りです。いい色ができましたね。これ焼き切りがないと美味しくない。そうですね。そっちが早いんですよ。トースターのいいって言うんです。ハラミで下がりの、あのおろし大根おろしちょっと、はい、これをですね、下がりから、ね、下がりから、ね、下がりから、ね、あ、すごい、ソウルじゃないですか。そうなんですか。うわっ、うまっ。うまくないですか。はいはい、うまいよね。この大根おろし最高だし、塩あてを抑えたとこが抜群の感じだな。いやいや、このハラミの状態良かったな。何これこれこれ。うん、料理人がうなるよこれ。なんかアタック入れた方がお肉ほぐれません？ほぐれますね。この口の中でほわーっとほぐれるから、はい、アタックちょっと入れた方がうまいとは思うよ。アタックちょっと入れるみたいな。えちょっと塩足すみたいな感じで言ってますけど。でもこのアタック入った方が美味しいような気がしません、旦那さん。どうでした？なるほど。美味しいです。美味しかった。本当に美味しいですか？なんか香りがいいんですよね。肉の香りがね、ライモスの肉は香りがいいんです。やっぱ選んでるんですかね。これレバー来ました。まあ、呪文的な感じで並べちゃいますか、いいですか。ちょっと焼き方って難しいと思うんですよね。あ、まあ時代は変わったからね。時代は変わったから、だからあのやっぱりあの A 型の僕は背中のラインを大事にするから、こういうこの背中のラインこれ一応ライン、背中のラインですね。あのロースターの火の強いところにちょっと置いて、あんまり焼かずにこのぐらいで返したくなるっていう背中のラインをね、きれいに張り付かせたくなる背中のラインを守りたいっていう。レバーのグランドラインを、はい、グランドラインを守りたい。このレバーは結構綺麗ですから全然美味しいと思うので、よく焼いても甘いだろうし。あ、来た。綺麗綺麗です。
撮影的にはもう大丈夫です。あ、もうこんな感じで、はい、もう大丈夫だと思います。これと、はい、これをこう2個ずつぐらい、はい、ああ6個あるな。お助けみたいな感じでした。完全に待ってました。うまっ、来た。このぐらいが美味しい。食べて。美味しい。辛味噌のレバーも食いたくないぐらい。うまくないですか。来てよかったです。中山さん、お仕事で焼いてください。あったあった。レバーの声聞こえるか。なんかレバーってさ、刺身っぽく見えるじゃん。確かに。あ、昆布を持つ手がやっぱりそれ素人じゃないから、はいはい、決まってる。背中のラインに行くんですよね。テストロー作ってる。トング使いにくいでしょ。トングってトングって僕の場合はトングの先まで僕テラカドなんです。ここまでテラカドなんです。シザージボンって言われたんだけど、これが自分の神経がここまであるぐらいになってないと。作ってますよね、自分。あ、もっと分から自分のやつ作ったのは、そういうのが感覚ないと嫌なんです。はいはいはい。シザーハンズみたいなことっすね。シザーハンズみたいなやつ。ジモンさんはここまでが手だっていう。ジョニー・デップみたいなこと言っちゃう。それよく言われたんですよ。ああ、ナムさんに、ナムさんにやってもらうんですよね。ついつい自分でこう、いや、いいぐらいと思います。中がいい感じのレアで、ナムさんいい感じです。本能の肉焼きでしたね。勝手にもう体が動いちゃう。うまいよね。すごいな。もう今勝手に今ここで返すんだっていうので、反射的にもう体が動いちゃう。ナムさんがやってくれた。これ嬉しい。あ、嬉しい。これちょっと南波さん焼き向こうにもちょっと開けてみないですか。これ6個ないと思う、全部。あ、南波さん焼きですか。嬉しい、ありがとう。なんかカツのたたきっぽい雰囲気だ。ちょっとあれかもしれない、火が入って結構いい。でもいいっす。あ、毎回学習してきますよ ね。そうそう、毎回学習していろいろ変わってくるから。ちょっとロースターが分かってきた。このロースターの癖、このロースターの癖変えました。